フォルクスワーゲングループシュコダオートシュコダオートは、チェコの自動車メーカーである。本社は、中央ボヘミア州の村ーボレスラフ。現在は、ドイツのフォルクスワーゲングループ参加で、チェコ国内自動車生産のシェア1位を占める。スローガンは、シンプリークレバー。シュコダ633シュコダ、オクタビアシュコダファボリットオーストリアハンガリー、帝国領時代の1895年。 書籍賞のバーツラフ・クレメントと機械工のバーツラフ・ラウリンが自転車メーカーのラウリンクレメント社として創業した。当初、スラビアブランドで自転車を生産し、間もなく補助エンジン付き自転車も発売。1899年にはオートバイの生産を開始した。1901年に同社発の自動車、ラウリンクレメントを製造。 1907年に株式会社化し、1912年には、リベレツの自動車、メーカーレイヒエンベルガー自動車工業者を買収。第一次世界大戦の特需で急成長し、オーストリア・ハンガリー国内最大の自動車メーカーに成長した。ラウリングクレメント社は、大戦敗戦による、オーストリア・ハンガリー帝国画界、会社所在地を含んだ。 チェコスロバキア共和国成立後も、乗用車やトラック、航空機用エンジンの製造を手掛けて好調な業績を維持したが、1924年に大規模な工場火災が発生して、経営困難に陥り、翌1925年、特殊工や鉄道車両、兵器等の製造工場、鉱山、醸造所などを経営する、国内大資本のシコダ工業株式会社に買収された。 自転車とオートバイの製造はこの時取りやめた。買収に際し、創業者の一人、バーツラフ・ラウリンは、技師長として迎え入れられ、開発中だったラウリンクレメント360を、シュコダ360として1926年に発表。以後、シュコダブランドで自動車を製造した。また1925年から1928年に、 かけ、シュコダが航空用エンジンをライセンス生産していたイスパの水座のフランス本社との提携により、当時、高性能、高品質で知られた 100HP 級の最高級車、イスパの水座 H6 バイトをシュコダイスパの水座として150台以上生産した。1929年の世界恐慌で経営に打撃を受けたものの、新車種が市場に 指示されて、経営を立て直した。ナチスドイツによる、チェコスロバキア侵攻後、ドイツの重工業メーカー、ヘルマンゲーリング工業の参加に置かれ、第二次世界大戦中は、ヤブロネツなどに相当ムニホベフラディシュチの旧、RAF 社工場で兵器と不正治用車両の製造を行った。これらの工場は1951年に独立し、 バストラック専門メーカーの国営会社リベレツ、自動車工業となった。チェコスロバキア共和国は、終戦直後の1945年から、戦後復興を目的に、国内主要重工業企業の国有化を進めた。シュコダ工業は、社会主義政権成立後の1948年に、国有化が行われ、自動車製造部門が自動車工業国営会社に、 部品製造部門が、国営会社、シュコダ・プルゼニに分離された。アズンプ社は先に国有化された自動車メーカー、タトラ国営会社が開発した乗用車、タトラ T600、タトラプランの製造を行い、その後行われた国内の自動車、生産体制再編で、タトラ社が、高級車を、アズンプ社が大衆車を開発、生産する形に整理された。 アズンプ社の乗用車は引き続き、シュコダブランドで生産され、1950年代後半から60年代にかけては、国際ラリーで優秀な成績を収め西側市場でも注目されたバックボーンフレーム社のオクタビアやリアエンジンの小型車である1000メガバイト、100、110、105、120、125などを開発し、 社会主義体制下の不利な条件にもかかわらず、一定の国際的競争力を維持し続けた。その後、主要市場である共産権諸国の経済低迷に伴って、アズンプ社の開発、生産力も落ち、70年代に開発されたモデルを90年代まで製造し続ける状態となった。一方で、ペレストロイカ開始後の1987年には、 イタリアベルトーネ社設計の FF 社、ファボリットを発表し、シュコダ社の健在ぶりをアピールした。1989年の体制転換後、チェコスロバキア連邦政府は強力な外国資本を導入して、アズンプ社をミニエー化する方針を決めた。この時アズンプ社では、フランスルノー社の東欧向け低価格社、ルノー・トゥインゴなどの受託生産を行う方向で、 調整が進められていたが、ドイツのフォルクスワーゲン社が割って入る形で提携にこぎつけ、1991年にフォルクスワーゲングループの4番亀目のブランド、シュコダオート株式会社として民営化された。民営化後、フォルクスワーゲン社は、自社の技術、デザインをシュコダ社に持ち込んで大幅な近代化を進め、欧州市場をターゲットに、フォルクスワーゲン社をベースにした、オクタビア。 ファビアを発表。旧東方企業のマイナスイメージを払拭する宣伝活動も積極的に行って成果を収めている。現在はチェコとスロバキア以外にもインド、ロシア、中華人民共和国にも製造拠点を有する他ウクライナやカザフスタンにも組み立て工場を持ち、フォルクスワーゲングループの反射によるオーストラリア市場への進出も図っている。 2008年には累計販売台数が67万4530台に達した。966スーパースポーツ 130RS、ファビア WRC ファビア R ゴシコダのモータースポーツ参戦の歴史は古く、1901年から欧州の様々なレースに参戦していた。 戦後も966スーパースポーツや 1100OHC といったオープントップのレーシングカーでチェコスロバキアグランプリなどをオンロードレースに投入した。社会主義時代の1960年代からは積極的に国際ラリーに100シリーズなどで出場した。1975年には FIA 世界ラリー選手権に 130RS の ベースモデルの1.1リットルエンジンを1.3リットルへ、スープアップシグレーン A マシンとして投入。総合優勝には届かないものの、クラス優勝圏内を席巻し、その東側からやってきた流麗なスタイリングのラリーカーは、西側諸国でも大きな人気を博していった。その後これを 180RS、200RS へと進化させていく。 1989年にファボリットを投入。1.3リットルの小排気量ながら、1994年には2リッターワールドカップを獲得する。翌1995年にはフェリツヤをキットカー化したフェリツヤキットカーを投入。1999年には WR カー規定に則っ,って開発された4輪、駆動車の オクタビア WRC を投入。最高成績は2001年サファリラリーの3位であった。2003年後半からはオクタビアより小さいファビア WRC にスイッチし、2004年のラリーオーストラリアではリタイアまで2位をキープした。同年にはラリージャパンにもワークスとして2台が初出場した。2005年末でワークスとしては撤退したが、 2006年から2008年の間は、セミオフィシャルのレッドブルシュコダチームが、ファビア WRC で参戦。同期間の最高成績は5位だった。2009年からは、プロダクションカー世界ラリー選手権と、FIA 統括のもう一つのラリー選手権、インターコンチネンタル、ラリーチャレンジ規定のファビア R5 でワークス参戦し、2016年から2019年まで、 異なるドライバーで5連覇を果たすなど、トップコンテンダーとしての地位を確立している。そうした活躍もあって、ファビア・アール5は、世界中のカスタマーに人気が高く、同規定では、シェアトップを誇る。2019年をもって、ワークス参戦からは撤退したが、今後もファビア・アール5、ラリー2のデリバリーは続けられる。日本でも、2018年に A ぷくチャンピオンとなった。 クスコのザンユーヤのマシンが、ファビア・アールゴであった。2020年には、福永治もファビア・アールゴを輸入し、ラリージャパンのリハーサルイベントである、セントラルラリーで、総合優勝。2021年には全日本ラリー選手権にも2台の、ファビア・アールゴが参戦する。こうした活躍ゆえに、日本でシュコダの名を聞く場合は、ラリー関連の話題であることがほとんどである。 近年のシュコダは、ラリーにおける、フォルクスワーゲンの先兵の役割も担っており、2011から2012年に、フォルクスワーゲンモータースポーツは、ファビア S2000 を用いて WRC にエントリーし、本格参戦に向けて、ドライバーやチームオペレーションの訓練を行っていた。これが走行して、プロ WRC は初年度から撤退まで無傷の4連覇を達成している。 また2018年から2020年に販売されていたポロジテは・アールはすでにアールで実績を積んでいたシコダ島の共同開発であった。ちなみにポロとファビアは市販車でも兄弟車の間柄である。ありがとうございます。